台湾国際放送とは、中華民国の国際放送である。国営放送局である、財団法人中央公派伝代が、台北を拠点として、中国大陸を含む海外に向けて、14言語で、短波ラジオ放送を行っている。ルティ本部屋は、演算大反転期限は、1928年、中華民国が、中国、南京で放送を開始した。 中央公派伝台国境内戦に敗れた中国国民党が台湾、台北市に移転した1949年に以後は、東映会社、中国公派講師が事業主となり、48年間にわたって自由中国の声という名称で放送された。この間、中国大陸向け放送部門が独立して国防部の所管に移されたが、 民主化が進んだ1998年、再統合されて、財団法人中央公派伝代が発足し、中央公派伝代、台北国際の声として、再スタートした。中国向け放送は、中央公派伝代、台湾の音と呼ばれている。2003年には、現在の、英語、ラジオ台湾インターナショナル、ルティ、日本語名、台湾国際放送に解消した。 放送局は台北市の延山大飯店の隣に位置し、28のスタジオを備えるほか、放送文物館を併設している。台湾の3つの送信書に送られ、送出力量は1 5 0ットに達し、アジア1位、世界的にも上位10位以内に入るとされる。使用言語は中国語、台湾語、八下語、広東語、英語、フランス語、ドイツ語、 スペイン語、ロシア語、日本語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、韓国語で、2021年以降、ビルマ語、フィリピン語、アラビア語のフェイスブックのファンページが追加された。一週間あたりの放送時間数は2200時間を上回るという。短波放送が主であるが、一部は国内、近隣地域向けに、中波でも放送される。中華電信との合作モッドによる、 インドネシア語、タイ語、ベトナム語に、東南アジア言語共学番組実施、また FM 局との合作番組も作成。台湾国際放送は12言とで、ホームページを開設し、デジタルラジオ放送の試験放送を不定期で実施している。ボイスオブアメリカ、ドイチェベレ、ラジオ、フランスインターナショナル、ファミリーラジオ、ラジオスプートニク、ラジオオーストラリア、 ラジオカナダインターナショナル、ラジオフリーアジアなどと協力関係を結んでいる。東湖都会は、東湖と11から15人により構成され、うち一人が、当事長となる。幹事は3から5人でうち一人常務幹事。東湖と、幹事は、政府機関、放送事業者、学者、専門家等より招聘収入は、関係機関予算補助、内外の寄付、提供サービスによる。 収入等による、当事長以外は、基本無休。当事会は、特別決議に、3以上、普通決議1、2以上の出席が必要。COVID-19 流行前、当事長は、各国の長友会に出席しており、交流の貴重な機会となっている。以前担当していた、アナウンサー、現在のアナウンサー。 台湾国際放送の熱心なリスナーで組織されるリスナーズクラブがある。日本のリスナーズクラブが最も古く2006年からは各国でもリスナーズクラブが結成される。日本リスナーズクラブ。ありがとうございます。